ここの朝市は現在305店舗の登録があって、常時出店している人たちがだいたい280から300の間ぐらいかな。My grandfather's grandfather started the business 148 years ago. このせんべい汁も、小麦粉と塩だけで作ったせんべいをおつゆの中に入れて、その出汁を吸い込んだおせんべいを食べるっていうことが、このせんべい汁の、美味しいところなんです。飲みながら地元の言葉がだったり、東京の言葉だったり、関西の言葉だったり、いろんな言葉がこう混じって、でワイワイ楽しく飲むっていうところが魅力じゃないですかね。